皆さん、お元気ですか？かかじいです。はい、今日はレオパの第3の資格、最後の資格だ。おい、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 おい。はい。レオパード月光ヒョウモントカゲモドキの V3 さん、一番の若手だね。若手とはいえもうちょっとで10年目突入なるのかな。今9年目になってます。うん、いやー、これどうして今ね、こうケース越しにこう撮影してるかっていうと、うちの中で最大のナチュラルボーンキラーみたいな存在でございます。この子ですよ。私の指、人差し指のこれぐらいかな、お肉ガバッつって全力でガバーって暴れて、半分以上もうブラーンってなってた。お肉がブラーンってなってた。あんなの撮影してアップロードしたら赤版ですよ、赤版。うんってぐらいのグローになりました。いや、私は慌てて絆創膏でぐるぐる巻きにしてギューってくっつけて、様子見たんだけど、まあ最終的にはそこはポロリって取れちゃったんだけどね。取れたんだけど、人間もすごいね。ちゃんとほら指再生したんだよ。全然綺麗、跡も残らず。ということで、まあ本当にびっくりしましたよ。カプって噛まれて歯型がつくぐらいはちょいちょいあったんだけど、まさか肉を完全に食いちぎるほどの顎の力があるとは思いませんでした。皆様も本当に本当に気をつけてくださいね。やっぱり何のかんの言っても元野生動物ですから、そら野生に火がついたら人間も一頃やでっていう感じでね。こちらの V3 さん、22歳じゃないですけども、はい、どん、こちらもろもろ新品セットだね。前回作った底板とかもありますよ。はい、それでは新品ケージの製作の儀、執り行います。行き当たりばったり。はい、今回はね、ちゃちゃっといくよ、ちゃちゃっと。まずは前回切ったやつだね。これ切ったやつの R の大きい方ね。適当。ああ、やっぱり粉が舞う。いやー、ちょっとやっぱりレオパさん用に薄型のペットシートをね、発注しようかって思ってますよ。よいしょ。いやー、すごい。埃がすげえだ。ブヘブヘ。ブヘブヘブヘ。はい、ちゃちゃっとやっていくよ、ちゃちゃっと。ね。撮影をあんまり気にしないで、普段の感じでやったらどんぐらいの時間でこのメンテが終わるのかっていうのも一つ指標としてね、見せておきたいですからね。はいはいはい、よいしょよいしょ。はいさあ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 はい忙しいはい忙しい。はいできた。はいはいで、新品。あ、これ映るから気をつけないとね。反射でいろいろ映るから気をつけないとね。はい、ポーイ。はーい、セッティング、スポリ。これ、ちょっと、この黄色のやつ、若干一回り小さくしました。そしたらどうなのかな？落ちてくるかな？はい、こうやって、スポンってね、叩くと落ちてくる感じのサイズ感が、ベスト。はい。それに、新品やな。新品の、うら、ぽい。はい、ぽい。はい、ハサミで切るで、はい、ぽい。ちょきんな、ぽい。はい、ちょきんな、ぽい。これも、よいしょ。はい、ラベルぽい。はい、これをこドンと端っこに寄せて、お皿。はい、はい、ドンと。はい、完了。何秒だったのかな？これなんか、ストップウォッチ的なの表示ってできんのかな？編集で。やったら面白いよね。さあ、したら、はい、ペットボトル。お水を、ジャーって新品のウェットシェルターにジャーっていきますせ。はい、満タン。これが全体に染み込んで、若干水位が下がると思われます。あ、そうだ、一見ね。スタッフちょっと、あれ持ってきて、あれ。よいしょ、あ動いてきてる。オッケーオッケーオッケー、いい感じだね。あ、山さん、山さんどうだった、この前のあれドラニャの羊羹。ああ、そうそうそう、あ、美味しかった、美味しかった、よかったね。また持ってくからね、山さん、楽しみにしてて。そうそうさあ、はい、ということで、サクレに入ったレオパブレンドフードジェックス、はーい。これまで先にね、もう彼はね、いろいろ怖いんでね、もう先にね、用意しちゃいます。これぐらいでいいかな。よし、これぐらいでいいと思う。はい。でですよ。はい。あ、これで全部完了、セッティング完了しましたね。はい。そこから移動の儀なんですが、もうほんと素手が怖い。ということで、はい、手袋しますよ。手袋しますよ。手袋。怖いよ。V3 が臨戦態勢バッチリな感じだから怖いね。よいしょ。はい。オープンな。あ、何か感づいた。噛まないでよ。噛むなよ。餌じゃねえぞ。敵でもないぞ。はい。フレンド。アダスはあなたのフレンド。はい。V3 さんのお出ましです。この子は他の2匹と違って、あぶ。はい。アルビノでございます。買った時のインボイス名はハイビノということでね。あ、私の息が吹きかかるから嫌がってるね。ちょっと当たらないように。あ、飛んだよ。あ、だ。ほら、あとメール？ちょっと、今飛んで、パッて確保したら、全力で噛んできた。もう、いいです。豆乳の儀。ほら、これメートルかな。ほら、跡がくっきりと。かなり食い込みました。危なー。ちょっと手袋怪我してねえかな。一応怪我はない感じですかね。でも今痛いよ。ペロペロしてるぜ、あいつペロペロしてるぜ。いやー、恐ろしい。転ばぬ先の杖。いやー、結構ゴム層が厚いからさ、助かったね。しかも、このゴム層のとこだけピンポイントで噛んでくれたから、ほんと助かった。あ、もう食べるんじゃない？ちょっと手持ちにするか。はい。はい、ベスリちゃん。近いね。これ顕微鏡モードじゃないから、ピンと合わないよ。あかんで。ちょ、なんか、切れてる。ほら、暴れん坊。ナチュラルボーンキラー。怖いね。今回ハンドリングしながらのサムネ撮影は難しいな。これやべえ、お腹減ってるとかじゃないもんね。食べないもん、まだ。食べないのに、こんなんか、ね、ちょっかい出そうとすると、うわー、おらー、やんのか、おらー、みたいな。いやー、怖い。おや、食べるかな。お、食べそうじゃね。あー、ちょっと目つき悪いね。ちょっとご機嫌斜めな顔してる。あー、やっぱり食べないね。もう今、なんか、食よりも、ちょっとなんか、スイッチ入ってる感じだね。うん。おー、いやー、恐ろしい。いやー、恐ろしいなあ、藤岡弘さん。いやー、恐ろしいなあ。似てないのかな、似てるのかな、どうなのかな。またディオプスの、ちょっとこの子はね、自分の匂いに敏感なのかね。自分の匂い以外のものは落ち着かない傾向があるんで、ちょっと掃除の後ってうろうろし続ける傾向があるね。よーし、サムネ撮影だ。おーい、サムネの撮影が終わりましたよ。いやー、ほん当にね、やっと落ち着いた感じだね。ああ。お、あ、諦めてただけ？はい、ということで、新居に行きましょうか。改めて新居へ。あ、ごめん。音で起きちゃった。おい、おい、おい、こっちじゃないの。逆なのよ。逆なのよ。戻ってくれるかな。戻ってくれるかな。よいしょ。はい、そっち。はい、そっち。はい、降りて。はい、降りて。降りない？降りたくない？いや、降りて。もう大丈夫よ。はい。まだ降りたくない。まあ、しかしこれが、うちのね、バナーっての横長の画像あんじゃん。あそこに載ってるのがこの V3 さんなんだよね。目閉じて穏やかな感じで手に乗ってる画像なんだけど、あの頃はまだあれだったね、優しかったね。途中からなんか暴れん坊になったかな。謎。この子目がすごく綺麗な紫だね。アルビノっていうとね、真っ赤な目になるっていうイメージが強いんだけど、この子は綺麗なラベンダー色っていうのかな。はい、ちょっと顕微鏡モードに切り替えましたよ。ちょっとね、目を。ほら、綺麗なラベンダー色。瞳孔がくっきりだね。1号2号と全く違うね、この辺がね。おお、ちょっと白飛びな感じだね。背景が黒いからか。おお、目が血走ってる感じで、なかなかキャラクターに合ってるね。お、ドアップ。もう私の腕のプルプルが伝わってるね。すげえ。お、ペロペロしてる、ペロペロしてる。お、ちょっと眠くなってきた。ちょっと暴れたから眠くなってきてんだ。よし、戻ろっか。よし、はいはい、戻って。はい、お、いいね。スムーズに降りてった。 V3 を降り立つ。でででーん。あ、引っかかってる。手袋の繊維に引っかかってる。よし、取れた。 OK。 はい、ということで無事移動が完了しました。ご飯食べないね。もう全然だね、全然だね。まあ落ち着きは食べるんだけどね。ちょっとまた出ようとしてる。また出ようとしてる。また出ようとしてる。またエンドレスじゃねえかお前。エンドレスだぞ。戻れ戻れ。ああ、釣り落ちた。はい。こっちがいいの？こっちがいいの？ケージの中より手袋がいいの？あったかいことに気づいたか。手袋の方がケージ内よりあったかいことに気づいたか。はい、まあいろいろありながら、ほんと指よかった。手袋しててよかった。危ねえ。はい、ということでね、無事に移動が完了しました。落ち着いたらおいおいご飯も食べるでしょう。はい、ということで今回はレオパード月光ヒョウモントカゲモドキの V3 さんの9年目記念動画でした。はい、シークンド極めましょうね。あ、V だってよくわかんねえな。おーい、ずっすずっす目つぶし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 。あ、じゃあさよなら。黒バッグに黒手袋だからよくわかんない感じで、お元気でー。あ、ちょうどシェルターに。おやすみ、V3 さん。お疲れ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。すいませんでした。あざす、あざす。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。